先日こちらの柳家三協さんの独演会行ってきました。とても良かったですね。で、私が三協さんを知ったのは、京太郎さんの師匠というとこが初めてだったんですけども、最初に話を聞いたのは鴻池の犬というのの動画だったんです。京太郎さんなんかも生で聞いててね、もうゲラゲラ笑ったりしてたんですけども、全然もうカラーも違うし、語り口が優しいし、表情も優しいし、その犬の気持ちとかがじんじん伝わってくるんですね。それで結構何回も繰り返して見ちゃったりして、ぜひ生で見たいなと思ってたんです。で、一度一門会というのでね、見る機会があり、やっぱりいいと思い、ですのでこの独演会は大変楽しみにしてました。もうこれ配信もあるので、それも全部見返しちゃったんですけど、こちらの最後に演じられたこのチキリセアなんかも胸がもうジーンとしちゃって、こう何回もうるうる来たり、これは実際3時間ぐらい話で2回に分けて、もういい話を1時間でやりますということなんですけど、もう2回に分けて全部聞きたいなって思いました。ということで、今日はまず三協さんの出囃子のクラマジシを弾き、そしてこの間のね、聞かれてたもけ囃子ですかね、それを弾きます。会場で弾いた時は面白い曲だけど知らないから弾けないなと思ったんですが、配信がねすぐありましたので、それで聞いて耳コピしました。2曲とも5本の煮上がりです。次は、受け囃子ですね。これが何回か繰り返されて、着物を着替えられた三協さんがこの後で二席目を演じられました。中入りの時にはもうすでに30分時間オーバーしてたんですけども、チキリ伊勢屋の前は華やかに、元禄花見踊りが出囃子として弾かれましたね。チキリエセアの中で若旦那がとってもいい人で、娘に恋をして告白しようかどうかっていう時に2人で雪の中を歩いている、その時に雪の相方がこう流れてるわけですね。で、結局好きだって言おうと思うと町のね見回りの声が入ったりして言えなくなる、結局はっきり言えないままカゴに乗っちゃうんですけどね。もう本当にこう芝居のようにね絵が浮かんできましたね。で、最後は二人幸せになるということで、またこちらも元禄花見踊りが歌付きで歌われていました。配信がしばらくあるのでこの話何回も聞きたいと思ってます。以上です。